ャガチャガ。チャガチャン始まりました。今回でシーバス企画もお詰め、どうにか企画達成していただきたいところ。おはようございます。シーバスポイント企画、100ポイント企画来ました。100ポイント達成しよう。こうして始まったシーバス企画ですが、実はすでにこの年の九頭竜川での聴講は12月20日までと決まっており、今日がラストデイということに。もう今日が、ね、川で釣りできるのは最後ってことでね、まあ、今日で終わらせたいなってね。いや、今日で終わらせたいじゃない、今日なんだ。今日なんだ今日で終わらすんだ。今日最後の日ということで、ラストゲームかっこかり。何時よ？そねねえよ、3時半だ。3時半。残り19ポイント。頑張って2人で釣っていきましょう。お願いします。頑張るぞ。一見ふざけてるようですが、早朝3時半。さあ、閉まっていきましょう。見える？シャルダス。うわ、飛んでるやん。これ釣れるぞ。行きます。うん、魚は入れんやけどな。もう釣っちゃうよ。はい。調子だけはいいんですよね。ジョルティ入れる。笑われてるぞ。ジョさんにしよう。ふめ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 。ジョさんにしよう。もう魚も俺も投資。投資？どうですか？ん？どうですか？何が？調子はどうですか？調子はずまぶしい。やめやめて。まだ日が上がるの早いっすね。うん。日の出何時ですか？6時半。え？6時半。6時半。カノエさんはさすがに眠そうですが、時間は待ってくれません。早々に切り上げて次のポイントにかける気のようで、賞賛はあります。ここでペロンって2匹釣ったらもう終わりやでな。60。さあ最終局面。60、60、60、50でもいいもんな、うん。60、50喜んでで行きます。え、60、50あかんやん。60、70喜んでで行きます。60、70は30ポイントも取ってまうぞ。70、80喜んで。81本。81本や。じゃあジョーさん、はい、意気込み。終わらす。これは80釣って終わりじゃ。こんなの釣れてまうじゃん。いきなりジョルティ入れます。いきます。はい。さてここでカノエさん痛恨のミスを犯しますが、それは後ほど説明するとして。やべえ、釣れんかった。あ、前回前々回とここで直後のヒットがありましたね。ジンクス破れたり、その後もアップからダウンとスポットを変えて連投しますが、反応はなく。じれた様子のリョウさんでしたが、竿を振り始めて30分もした頃、ちょっとした変化が。ナブラ。すごいなこれ。おお、やばい。何が起きてるんや。これボラじゃねえな。なんすか。ボラじゃないな。なんすか。なんやろ。正体は不明ですが、小魚の活動が活発ということは。
よっしゃ、来た。いやー、外れたー。あー、外れたー。嘘やろ、外れたそれは飽きまへんよ。くそ、それはいただけまへんよ。いや、まだまだある、チャンスはある。いやいや、しばすしばす、え、しばす、いや、あー、抜けた。あー、もうそりゃいかん。いや、しばすじゃねえぞこれ。飛ばんねえ。飛ばんすね。ちなみにフレームアウトしてますけど、あれ、あら、あら、ここでようやくカメラの異変に気づいたかのえさん。くっそ、勝手に止まっとったな。え、勝手に止まってた。うん、嘘やろ、なんか知らんけど。俺のファイトシーンは釣れなきゃいらねえよ釣れてたらどうしてくれたマジでショックじゃ。一回な、釣れるとな、結構忘れないやろ。うん、魚はいるんやけどな。調子はどうですか。全然ダメだ。ここでペロンってこの前みたいに2匹あげれたらあとは楽なんやけどな。来た。せや、おい、来たけど、俺今ドラグバリバリ緩かって、多分フッキングできてないぞこれ。頼む、バレるなよ。いける？かい、もうちょい、もうちょい、もうちょい、頼んだ、入れて、入ろう、やったー、でかいんじゃないですか、先生、顔がでかいんじゃないですか。でかい、めっちゃ濡れた。マジでかいんじゃない、これ。70いったんじゃん。70ねえか。70はいきますよ。よいしょ、うわー、重い、うわー、よし、見事な対抗ですね。これはサイズの期待大です。70あってくれ、マジで。70で20、20で終わる。おお、来たぞ、もう今年ね、綺麗に締めくくりましょう。なあ、ほんまやわ。で、本当に。うわ、針一本。危ねえ。うわ、しかも俺ダブルフックの一本だけ。ダブルフックですよ。広げて。広げて。焦るな。いよ。合わせて。あごした。そこ。今日で終わらすんだ。今日最後の日。まあ聞いても釣れてないみたいっすね。あ、そうなの。うん。
まあでもね、100ポイント、年内中に達成しようって始めたわけですからね。まあそんな言い訳言ってないで、精一杯やってね、100ポイント達成できるように。あ、ごした。そこ、そこ。カメラカメラカメラ、これいったぞ。ゼロで、こっちがこっちでゼロで70 71 71。おっしゃ、やったやった、やった、よかった、ありがとう、ありがとう、やりましたね。一旦落ち着いて再計測、間違いなく70センチ超え、20ポイント獲得です。やばい、俺結局またビッグバッカーで釣っちゃったんやけどビッグバッカーの名手でしょ。マジであれ強すぎん？ありがとう、お前かっけえな。うん、いや一番フォルムが綺麗。もう一回掲げていい？いや、いい、いい、あー、ありがとう。まさに起死回生の一投、さすが、ヨウさん頑張りましたね。いけるか、いけるか、お前かっこいいわ。俺ちょんちょんすな。よし、いけ、ありがとう。うわ、かっこよ。あ、震えた鼻出たいや、こればっかりやね。ナイスフィッシング晴れて101ポイントいった、やった、終わった、終わった。年内、あ、9月からか。9月から始まって約3ヶ月、うんうん、あれは多少足しになったでしょ。ああ、もちろんもちろん、うん、だってあれがなかったらね、あれで何10ポイントもっと取ってれば、取ってるわけやん。15ポイントも、まあ、今は7時8時前ぐらいやから、まあ、今ちょっと調子はまだ残ってるんでね、分からんから、まああと1時間ぐらい遊んで帰ろうか。帰りましょうか。うん、さあ。その後、カノエさんにも実は1ヒット食った。おっしゃっしゃっしゃ、おー、見えた見えた見えた、でかい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 、よっしゃでかいぞ、でかいぞ、でかいぞ。おめえも震えてんじゃねえかよ。どうすればいい。なんと初の70センチ超えでした。カノエさんもお見事。70でいった。よっしゃ。おめでとう。やっとした。来たぞ。60どころか70いったやんけ。よっしゃ。ありがとう。おめでとうございます。おめえ返上、俺で文句ないでしょ。俺は文句ねえよ。俺文句ないでしょ。立派な一匹やった。やった。やっぱちゃうやろ、50と。なんかね、楽しかった。確かに。おせっこした時のがずっと。そうそうそう、ブルブルするよな。ブルブルするんて。ということで、ようやくシーバス100ポイント達成企画はこれにて終了。まだまだ2人のチャレンジは続きますが、ひとまずお疲れ様ということで、これまで見ていただいた方もありがとうございました。それでは今回はこの辺りで解散。言うても針すごいことになってるぞ、マジで。紙一重やったわ、見てみ。あぶねいろいろやるよ釣りって楽しいな目覚めたんじゃないんか。目覚めた